ヤクーチアン・ライカは、ロシアのサハ共和国原産のライカ犬種の一つである。別名は、ヤークト・ライカ、ヤクーツク・ライカ、ヤークト・ハスキーなど。ヤクーチアン・ライカ・サハリン・ハスキーとも呼ばれる、カラフト犬とは別の犬種である。サハで何百年も昔から育成されてきた、屈強な犬種で、カラフト犬や、シベリアン・ハスキーなどとは禁煙であると言われている。 ヤクウチアンライカの犬ぞり主に主人や荷物を運搬するためのソリ犬として使われるが、熊などをはじめとする様々な獲物を狩る猟犬として用いられることもある。完全に確立され、純血を保っている犬種ではあるが、不思議には公認申請を行っていない。原産国でしか飼育されていない希少な犬種で、現在も大半が実用犬として飼育されている。 小ドッグとしては滅多に用いられない。日本犬と同じスピッツタイプの犬種で、カラフト犬のようにコートが非常に厚い。柔らかく密生したロングコートで三重構造になっていて、熱をほとんど逃がさず、冷化摂取50度もの骨幹をも耐え抜くことができる。毛色は、ブラック、ホワイト、ブラックタン、クリーム、ブラックホワイトなど様々である。筋肉質の がっしりした体つきで、力は強い。目の色は通常ブルーだが、ブラウンのものもいる。耳は立ち耳、尾は、ふさふさしたタレオか巻きオ。尾は、他の北方の剣種と同様、夜間に顔に当てて寝て冷えを防ぐのにも用いられる。スタミナが膨大で集中力があり、粗食にも耐えるためサバイバルにもよく適した犬種である。大型犬並みのサイズで、 性格は温厚で仲間や家族との結束力が強いが、見知らぬ人に対しては警戒心が強い。なお、ライカ犬種はよく吠えることで知られているが、ヤクーチアンはその中では、物静かな方であり、問題になるほど吠えることはない。しかし、原産地以外の気候には適応しにくく、コートの構造状態に熱がこもりやすいので、気温が、 原産地より高い国での飼育は難しい。そういった場所で飼育をするには、室内でクーラーを効かせた環境で飼育するか、コートを丸刈りにしてしまう必要がある。加えて、運動量が莫大なため、日本では、北海道の北部以外での飼育は、かなり難しい。薬打ちアンライカブリーフヒストリー。ありがとうございます。